トリリオンゲーム第3話視聴率5.2%、春目黒連と、学、佐野勇人が、新宿歌舞伎町のホストに、人気グループ、スノーマンの目黒連さん主演で俳優の佐野隼人さんも、出演するドラマ、トリリオンゲーム、t b s k 金曜午後10時の、第3話が7月28日に放送され、平均視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べ、イカドは、 世帯5.2%、個人3.0%だった。ドラマは、漫画誌、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の稲垣り一郎さんが、原案、池上良一さんが作画を手掛ける、同名漫画が原作。世界一の、わがまま男の、春子と天皇慈悲、目黒さんと、真面目で不器用なエンジニアの、学子と、平学 佐野隼トさんの正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で一兆ドル、トリリオンダラーを稼いで、この世のすべてを手に入れようとなり上がる。